ヌートバーの最終評価どうだったの？必要だった、隠したかり、まあ必要やったと思う。あの打点なければ負けていた。雑魚狩りのヌート必要やろ。母親の方が目立ってた。まあアメリカ相手に流行りつらいやろ。見た目の割に渋いプレイスタイルだった。普通に有能ほぼ類に出てたし、村上がダメだった時に踏ん張った。最低限の仕事はした。選球眼は良かった。いなければ予選落ちしとったな。ペッパーミルと盛り上げ役やぞ。あれなければ負けてた。守備でも何度か救われたしな。大事なところで出塁してくれるし、役割は果たしてる。センター守ってるだけで超有能や。いてよかったわ、じゃなかったら胴上げされてへんで。喜んでるから選んでよかったわ。ようやっとるレベルアップして次も頼むわ。インスタのフォロワー60万人ぐらい増えたらしい。こいつおらん勝ったら最低でも1試合は負けてたわ。アメリカ来てから空気やったけど優勝したから問題ないで。韓国戦こいついなかったらわからんかったぞ。守備もうまいし明るいし最高だったでしょ。代わりがひどすぎるからいてくれてよかったわ。守備範囲広いしよかったで。センターにボール飛んだ時が一番安心して見れた。結論、いてよかった。ご視聴ありがとうございました。